3シーズンぶりの J1 で躍進を。ジュビロ磐田は今日、まだ入国できていない外国人選手2人を除く7人が新体制の発表会見に臨みました。チームには浦和レッズから元日本代表のフォワード杉本健勇選手が移籍してきたほか、高校サッカー選手権でキレのあるドリブルを披露し注目を集めた静岡学園の古川陽介選手も加わります。1年目から試合絡むつもりでどんどん自分アピールして頑張りたいです。このジュビロで復活する思いで来ましたし、まあ大げさになるかもしれないですけど、命かけて今年勝負したいなと思います。スローガンを Go Beyond 突き進めと掲げたジュビロ、3年ぶりとなる J1 の舞台へ向け明日チーム練習を開始します。